わかってるよね。それ、安請け合いってやつじゃない？うちに帰ってきてからも、仕事しなきゃって考えてるのが見え見えだった。意地悪な言い方しちゃったかな。悪いなんて言ってないし、責めてるわけじゃないんだけど。私に対して悪いとか思ってるのがちょっと違うんだよね。生意気だからかな。病み上がりをいつまでも半裸にしておくわけにはいかないね。パパッと済ませちゃわないと。からさっさと寝る。ちょっとは顔色良くなったかな。私、こんなにお兄ちゃんのことが好きなんだ。ちゃんと静養しろとか言いながら、かまって欲しがってるの、私だもんね。ごめんとか言わないでよ。私ってお兄ちゃんにとって可愛いだけの妹だよね。うん、起きてきたの？寝てろって言ったのに。ダメ。年内は慎重に経過を見るよ。反抗期ってやつか。ジャンプの見本？そんなものこの世のどこにもないよ。ヤギさんが食べちゃった。って言ってるでしょ。知らない方がいいことって世の中にたくさんあるのに。
おとなしくしてろって言ったでしょ。仕事するなって言ったよね。お兄ちゃんが気にするだろうなって思ったから、いけない？なかなかやることえぐいよね。原稿落とすような野郎には見せしめじゃーってことかな。しかも面白いっていうね。絵は鹿くんの方が好きかな。この作家さん、アシスタントが長くて、やっと掴んだ掲載らしいよ。この人のつぶやっきー見てて、なんていうかさ、荒らすのやめちゃった。無理しないって言ったよね。こうなると思ったから読ませたくなかったのに、もっとちゃんと隠しとけばよかった。いいよ、別に。隠しきるのなんて無理だしね。でも、11時には寝ないよ。朝もちゃんと決まった時間に起きる。さてと、つぶやっきーにコメントつけとくか。無難にまとめとけばいいでしょ。